1977年撮影、上落合信号場の周囲約 1km 範囲。右が、新徳方面。上が、根室本線落合方面。下が、当時まだ建設中の赤昌線とマム方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上落合信号場は、北海道空地郡南富良野町技落合にある。 北海道旅客鉄道根室本線、赤昌線の信号場である。電報略号は海、両路線の施設上の分岐点であり、ここから新徳駅へは S の事情に線路が付設され、距離を稼いで下り勾配が緩和されている。当初ここに駅を設けて根室本線と赤昌線の乗り換えを扱う案もあったが、採用されなかった。そのため、 営業上の根室本線と石昌線の分岐点は、新徳駅になっており、根室本線フラノ方面と石昌線等を行き来する場合、ここから新徳駅までの 24.1km を往復することとなる。根室本線と石昌線の両列車がすれ違う際は、全車が信号上の落ち合い方で待機し、石昌線の列車が先に通過する。 進化理科地トンネル内の落ち合い方の入り口から約170メートルの地点にある2線を持つ単線域違い、単線分岐型の信号場。落ち合い方で眠る本線と赤昇線が合流する。配線は数の通りで、下側が1番線、上側が2番線となっており、どちらも上下列車が使用可能となっている。交換時以外は赤昇線の列車は1番線。 根室本線の列車は、下りが2番線、上りが1番線を通過する。信号上の簡単な構造図。赤い部分は新刈カリカチトンネル JR 北海道、串路支社管轄。本社鉄道事業本部とくし支社の支社境となる。信号上である。関昌線南千歳方面と根室本線、滝川方面は、これより先本社直轄となる。くしろし管内では、 唯一上川総合振興局管内に存在する設備である根室本線と赤昌線は東信号上にて合流ありがとうございます。